缶も磁石ついてたらこうしてくれたんやろ、ね、一番便利やん。それはそれで通るんで邪魔になるんじゃないの、みんな張り出したら。で山崎実業のに入れ替えてんコーヒー買うたび買うたびに、うん、そやな、うん、つけてくれへん。どここれサントリーボス、サントリーか、つけてくれへんか。山崎コーヒーが出したい高なるか、磁石つけたら。まあリサイクルとかしやすいしにくい、便利やで。だからホルダーあんねえやんって言うけど、ないやんいう時あるやん。でロケバスのドリンクホルダーって大体ここ潰れとるやろ。まああるなあれ、うん、腹立つやん。ここで徹夜だもん、ビッつける一通りに。でこっちでこっち、うん、コーヒー飲めへん。知らんけどそれはお前の飲む飲み物で想像して喋れよ。磁石をもうちょっと対応していったわけやな。磁石をあんまり山崎実業さんが提案しているその設計図通り使ってるようじゃまだまだってことやな。そうですね。だからあのマグネットを利用して、はい、例えばこう車のドア、はい、窓ガラス開けてあっち側にサングラスかけとくとか、ボディとか。いや外はまずくないですか、とか曇り止めとかも。あれマグネットパッとボディ、いや走ってる時危ないですって、はい、それもう考えられてるから、ね、いや考えられてないですよ。あれ120キロで首都高走っても、いや無理です。飛んでいかへんよ。パーン飛んでいって終わりですよ、うん、飛んでいかへん。マグネットの力を、うん、いやそのマグネットの力にしたら次外す時取れないですよ、強力すぎて。多少こあの後部座席の方にはずれていやいやいや、そんなうまいことズズズズズズズってずれていかないですよずれる時外れる時。やっぱこの季節とかなってきたらね、はい、中に置いてるもんも火当たって、うん、持ったら熱ってなる時あるやん、まあね、だからあの鍋つかみをボンネットのところに貼り付けといたら、はい、やるね。危ないって。あれあとはボンネットも開けれるし。そうだね。いやいやいや、まあ、ボンネット熱なってますからね確かに開ける時熱ってなるかもしれないですけど、中から一回バチンってボタン押したらもう大体カチャンってなるから危ない。外でこうエンジンちょっと見る時のカーステのボリュームちょっとな、うん、ちっちゃいから、うん、あの鍋つかまない。や鍋でつかまんでもええやあれ素手でええよ。素手つかみの方がええよ。鍋つかみじゃなくて外張ったらダメよ、車の外にボディに。で、あのキッチンのあの蛇口のところに引っ掛けるやつ、うんはい、あれだからちょうどベンツのエンブレムのとことか。いやあかんて、ベンツの前にさ、うん、ねだってカゴを、うん、いやカゴいらないでしょ。だって走る時、洗車の時にボトル入れといたら便利やでってならないでしょ別にちゃんとこう荷台から出したらいいね、出てるとこ常にかけてなくていいですよ。キッチンはもう頻度が違うから。買えへんかってよかった。今の車に挟むとこないわ。いや車につけんでええねん、このラック。蛇口につけといてええねん。エンブレムないし。蛇口あるやろお前家に。やっぱ考えて買わんとあかんない。いやいやいや、そこ考えすぎやん。サイドミラーの上とかすごい無駄なスペースあるから、デッドスペースって言うんかな、ね、トイレットペーパーのな上に置くやつは。いやダメです、ね、トイレットペーパーの上に置くやつ、サイドミラーの上に置いて、その上に観葉植物を置くんでしょ。ちっちゃいサボテン。いやちっちゃいサボテン、もう高速の料金所超えた時点でソン飛んでくる。いやそうまで。キッチンペーパーのマグネットついてるやつも、はい、だからバイクとかさ結構離れたり、でもこうボディ拭いたりもできるし。いやいやいや、あっこにこう、いやタンクに、うん、なあ立てときは走ってたらもうロールなくなるよすぐコロ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 って出ていくから、もう全部走ってたらスピードで芯しか残ってない次の信号の時。ガソリンもやっぱりこうどんだけなくなってるかわからんからさ、細かくは大体あるか分かれんからデータ見たら分かるやん。だからあのもうガソリンタンクの中にあの米物の仕切り入れといたら、いやあかんて、そのわかるよな、ちゃんと1リットルずつなくなってる。いや入れへんでしょ、走る分だけ入れとく。米物のあれ入れへん、ガソリン吸入ノズルでギリやねんから入れへんやん。こんなこの買ったやつ、あとマッハのタンクの横に書いてんのは
エンブレム剥がして、山崎にしようかな。いやいや、やめといた方がええって。川崎でええって。せっかくのマッハでしょ。ああ川崎やからかっこええ。山崎にしよう。山崎はもう、そんな昔メーカーあったんとかいう話で、いやこれ実はとか言って話ちょっと邪魔くさられますよ。駐車する時も、はい、やっぱり車の下汚れるし、まあね、車自体マグネットにしてどっか引っ付けるとか。いや無理やって。駐車場代かかるから、うん、じゃあこのマンションの壁に引っ付けとこうって無理でしょ。車小スペースになるやん。2トンあるんですよ大体乗用車で。フォートナイトやってても建築バーしてで上の方登った時に下を打たれてバーン落ちて死ぬ時あるから、そのちょうどキャラクター自体にマグネットあったら途中でパッと引っ付いて落下ダメないから山崎ナイトっていうゲーム作ってくれやん。いや無理でしょ。山崎ナイトって何？ DJ 山崎がクラブでイベントやる時の名前ねえ何山崎ナイト。後藤死んだらみんなで買うわけよ。あの鍋つかみで元な。なんでなん素手で持ってくれよ。なんであんな持ちにくい指先のやつで持つんで、缶オケに花入れる時もやっぱりね、花どこ行ったってなるから缶オケの周りにいっぱいこの、うん、つけてその周りに花刺しといたらな。だから缶オケの周りキッチンペーパーのロールとかくっつけといて、うん、側面に、うん、花触った後とかも取れてて、うん、いやいやまあそれはなあ。なんかじゃあ缶オケ金属製にせよ俺の、うん、パネルみたいなの買えばいいって。なんで死体の横に鉄のパネル置くねん。その一部分だけ。というかもうその缶オケも嫌やから、もう後藤自体を壁に貼り付けた方がいい。もう分からんわ。見やすい。死体壁に貼り付いてた見たことないでしょ。横にな。こう横に。ここだけマグネットにしてくれたら。いやいや、俺こんななってんの。で、あの斜めに逆さにして骨壺をまず乾かしといて。いやいやいやで、大橋立てな、大橋であれで骨開って。いやいやいや、山崎実業で俺の死後を賄わんでええって。ちょうどな、家族とか10人分にお骨分けれるやろ。米びつで。いや、米びつはな、俺あそこ入んの分、ね、けやすいですね。分けやすい。家の上とかも結構デッドスペース。いやデッドしてんねんほんで。あの俺がデッドしてんねん。あの上に置いた方が下そうね、うん、片付いていいかもしれないですね。デッドしてるやつのデッドスペースって何やねん。有効利用した方が、うん、ボンさんの木魚も天井に貼り付けた方がない。いや無理でしょ。こう叩いてるとこ見えるからさ。ボンさんも天井貼った方がいいですよそれ。ええな、下汚れへんしな。木魚もな、木魚叩くやつもな、うん、あ、それはあかんわ。これが、ってなるから。チャンネル登録お願いします。ロケバスのドリンクホルダーって大体ここ潰れとるやろ。まああるな。コーヒー飲めへん。知らんけどそれは。お前の飲む飲み物で想像して喋れよ。